S331V ハイゼット。今回ねエンジンオイルエレメント変えていきます。でね、これね2年前ね、このアルミホイール、まあ、T マーク付きですね。それとね、この普通のワゴン用のタイヤですね。で、サイズがね165/65377やつですね。で、これでね、2年前にね、車検が通りますよね、動画を出したんですがね、まあ、通れへんとかね、結構ね、アンチ来ました。まあね、まあ、とりあえずね、オイル交換していきます。下からね、ちょっと引っ張って、みんな一緒ですね。とりあえずね、両方上げたとこからいきます。まずね、運転席側ね、オイルゲージですね。で、助手席側ね、フィラーキャップね、入れるところ。これで、ね、上げてね、オイル抜いていきます。で、上げました。でね、この運転席のね、タイヤの後ろ、ここにね、ドレーンあります。で、14です。よいしょ。よいしょ。ちょっと T 先生みたいになったら嫌やからね。よいしょ、大丈夫です。これね、ちょっとね、下ろさないとね、このカバーね、伝ってきます。ちょっとね、下ろします。ちょっと下ろしてね、だいぶ抜けてきたらね、もう上げてね、エレメント外していきます。で、前からね、いきます。でね、ちょっと軍手でね、カバーしてね、伝ってね、あんまり上げるすぎるとね、ドロドロになります。で、エレメントね、63ですね。よし、たまにね、64とかあります。よし、これでね、とりあえずね、30分ぐらいね、抜いていきます。タイヤのね、あのエアとマッチ目するんですけどね、タイヤはね、もう交換するので、ね、ちょっと点検します。パッとね、3分の1以下ぐらいですね。あとはね、大丈夫ですね。30分ぐらいね、経ちました。もう垂れてきてませんね。まずね、エレメントからいきます。オーリングとかね、オイル塗って。
で作業車なのでね、20ニュートンで締めます。で締めるんじゃなくてね、締まってるかね確認しといてください。ついてるパッキン剥がして皿のパッキンに変えました。よし、ちょっとね撮影上ね潜りましたが、パッキンねちょっとちゃんと入ってるか見て、でダイハツのねオイルパン弱いのでね35ニュートン、こっちもね閉まってるかだけね確認しておいてください。これね軍手詰めとけへんかったらねここねドロドロになります。これでおろしてねオイル入れていきます。オイルね入れていきます。3リッター入れます。3リッターでね、ちょうどです。とりあえずね、エンジンね、30分ぐらいかけていきます。ちょっと少ないですか。で、薄めたね、大塩液ねサービスで入れます。これねちょっとねクーラントブースターで、ね、補充しておきます。30分ぐらいね経ちました。上げてねオイル漏れ見ていきます。エレメントね大丈夫です。どれもね、大丈夫です。まあ、結構ね、カラカラなるまでね、吹いてたらね、こんな感じになります。大丈夫です。オイルの量ね、見ていきます。ちょい下なんですがね、多分ね、ちょっと時間置いたらね、上がってくるかな。まあ、その辺はね、ちょっと抜いた量でね、調整してください。あとね、多分 0.1 ぐらいは入るかなと思います。1、2ぐらいね。まあ、その辺はね、後でね、調整します。ハイゼットのね、オイル交換していきました。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。